4号艇で登場の島川光郎選手にお話をお伺いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今節どうでしょうか、仕上がり具合の方は。そうですね、整備、本体整備して、納得のいくような感じにはなってきたと思います。あの中間速とか出足とかがいいかなというお話なんですけどね。そうですね、はい。今日時間たっぷりあるんですけどね、まあ、今もちょっとプロペラ調整されてたんですけども、なんか上積みになって調整の方はお考えですか？そうですね、ちょっとどうやっても伸びの方が、特別良くならなかったので、そこの部分を少しつけたいかなと思って、まあ、相手にプレッシャーかけれるぐらいのちょっと伸び来ないかなと思ってちょっと調整して、まあ、乗ってみてからの判断にします。はい、分かりました。スタートなんですけどね、もう気温も変わったんですけども、どうですか、決まり具合ここまで。そうですね、ちょっと修正しなきゃいけないところもあるんですけど、うん、まあ、気の初っ端に変わりましたし、うん、まあ、気をつけるところは気をつけて、あとはまあ西日で太陽がちょっと気になるところですけど、はい、うん、まあ一定身ぐらいは行きたいですね。はい、はい、分かりました。4号艇ということでね、どんなレースになりそうですか？やっぱり自分の持ち味とした攻めるレースができれば一番いいんですけど、うん、まあ、相手がいることですし、展開ついてかなというのも一応考えてます。はい、分かりました。それではもう一言、ファンの方に意気込みよろしくお願いします。尼崎大好きなんで、一生懸命最後まで頑張ります。ご声援よろしくお願いします。